まつげラインチャンネル YouTube をご覧の皆さん、一緒にエビビー祭り9赤色リーダー寺坂雷我ことエビくんです。よろしくお願いします。イエーイ。で、血液型はもちろんエビ型です。イエーイ。もう運命的な感じでね、わっしょい。エビ講座がなんと YouTube デビュー出荷されました。ありがたいですね。本当に嬉しいです。もともとこのエビ講座というものはですね、別のサイトの生配信の方で僕寺坂雷我がやらせていただいていたんですけれども、このねエビ講座を通じて僕のまあ大好きなエビの魅力を皆さんにちょっとでもね伝えられたらいいなと思って、元気よくやっていきたいと思いますが、まずなんでこの子エビ講座してんのみたいになるじゃないですか。そのもともとの原点はですね、僕暗記が特技でして、まあ、何事も台本を覚えたりとか、あとは 何かを覚えるというのがすごい好き。テストでも暗記科目が僕得意なんですけれども、じゃあその特技暗記を表現するためにどうしようかなって考えてたんです。まあいろんな方から分かりづらいよっていう意見をいただいていたので、何かなって考えた時に、僕エビ好きじゃん、お寿司とか行ってもエビしか食べないじゃん、でエビ型じゃんってなって、エビってそういえばなんかいろんな種類あるなと思って調べてみたら、世界に約3000種類ものエビがいるんですよ。これ来たなと思って、で僕はそれをきっかけにエビを覚えていくことを始めました。だから今の特技はエビの暗記なんですけれども、まだまだまだ全然数は足らないので覚え中ということで、エビ講座を通じてですね、僕の特技も磨いていこうという算段でエビ講座というのは始まっております。じゃあ早速ちょっとね、今日短い時間ですけれども、皆さんに少しでも発信していきたいなと思います。それではレッツエビビー、わっしょい。起立。エビ休め。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日ご紹介するエビ、まあ世界にはたくさんのエビね、先ほどもいるって言いましたけれども、今日はこのエビです。鉄砲エビ、イエイ。さあどっかに出てるかな、鉄砲エビの写真どっかに出てるかな。今日はね、鉄砲エビと鉄砲エビ科の、紹介をしていきたいなと思いますけれども、皆さんまず鉄砲エビご存知でしょうか。暖かく浅い海によくいるねエビなんですけれども、100種類ぐらいいると言われておりまして、有名どころで言うと鉄砲エビ、まんま鉄砲エビなんですけれども、まあこれ見た目がねめちゃくちゃ個性的でして、なんといってもバカでかい片腕ね、あのどっちかの腕だけはめちゃくちゃ大きいの、化け物なんです。見た目で言うとハサミがねすごく大きくてですね、よくアニメとかにもいるじゃないですか、片腕だけめちゃめちゃムキムキとか、片腕の装備がすごいやつみたいな、あのブリーチで言うところの初期のチャドヤストラさんね、うん、あのすごいごついの画像出てたらね、ぜひね見ていただきたいなと思うんですけれども、ああいう感じの見た目いかつい、そんなエビなんでございます。ここからですね、鉄砲エビ、そして鉄砲エビ科のおすすめポイント、魅力を4つほどお伝えさせていただきたいと思います。わっしょい。まず1つ目は、先ほども出ましたが、その大きな腕の攻撃力、これなんですね。鉄砲エビはその大きなハサミをカチカチすることによって何が起きると思いますか。そうなんです、衝撃波を出すんです。すごい、アニメみたいな世界ですよね。でその中身を説明しますと、カチ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 やることによって、まあ、音的にはパチーンって言うんですけども、パチーンってやることによってその瞬間に4400度の高温とプラズマを出すんですね。もうアニメの世界じゃん、すごいじゃん。パチーンってやるだけでそれ出せるんですよ。で実際に鉄砲エビはそのパチーンで小魚を取ったりとか巣を作ったりとか自らの生活に生かしているっていう、そんなエビなんですね。めちゃめちゃ怖いじゃないですか。でそんなガチン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 やってて、実際海の中はこのエビのせいでめちゃくちゃうるさいんだって。もうお魚さんからしたら騒音被害、本当にやかましい感じになってるそうです。だからもうそんな人友達になれますか。皆さんで言うと家のね外でね、近所でずっとカチカチカチやって、俺は強えぞって言ってカチ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 やってるやつがいる、そんな人と友達になれますか。僕だったらなれないんですけれども、この鉄砲エビにも友達がいるんですね。それが2つ目のポイントなんですけれども、お魚と共存するエビなんですね。主にハゼです。ハゼさんと一緒に仲良くしてるんですけれども、まあ一緒に暮らしているという形なんでしょうか。やっていることはハゼさんの巣を作ったりとか、ハゼさんの巣を警備したり、他のお魚に襲われないように警備をしたりとか、あとはハゼさんの体を掃除したりするんですね。めちゃくちゃ尽くしますよね。実際中身はめちゃくちゃいいやつなんですよ。カチ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 うるさいですけれども、すごくいいやつで、ハゼさんばっかりなんかこうメリットあるじゃん、仲悪いパシリみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、そうじゃない。ハゼさんもハゼさんでちゃんと
鉄砲エビさんには貢献してる。なぜかというと鉄砲エビさんのご飯をあげているということで、ハゼさんの体についた、まあ、汚れとかをエビさんが食べているわけですから、お互いにウィンウィンになっている。そしてエビさんはね、大きなお魚さんに襲われちゃうんだって。それを守ってくれてるのがハゼだそうですよ。だからお互いにいい関係性でいる。なんかお魚さんあれ会話してるんだって。実際にこうやってちょこちょこってエビ寄ってってお掃除していいですかって言ったら、お魚さんがぜひお願いしますって言ったら、もうベストマッチ。まあ婚活してるみたいな感じでもあるのかな。そういう世界線なんかすごい温かくないですか。でもこの鉄砲エビね、もうずっとカチ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 やってるじゃない。さっきも言いました、もう海の中でやかましいですよ。カチ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 やりすぎて居場所が分かっちゃうから、自分のせいで大きなお魚にバレて食べられちゃうんです。自分で自分の首を絞めてるっていうね、なんともあの愛らしいエビなんで、もっともっと注目してやってください。そして3つ目で言いますと、鉄砲エビ科のエビの中に非常に面白いエビがいるんですね。まああの幽霊の鉄砲エビって調べると出てくるんですけれども、このエビ何が面白いのかと言いますと、新社会性を持っているなんですね。すごい。新社会性というのは、近い生き物で言いますと昆虫のハチさん、アリさんなんですね。ああいう女王バチがいて、女王アリがいて、働きアリ、働きバチがいる、ああいう階級があるそのもののことを新社会性と言うんですけれども、なんと海洋生物の中で唯一この鉄砲エビ科の生き物がその新社会性を持っているんですよ。すごくないですかこれ。でその新社会性、まあ女王エビがいて、そして働きエビがいると、まあまあまあそうなんですけれども、まああのサンゴ礁の中とかに巣を作りまして、その中に女王エビが住んでて、その周りを約300匹ぐらいね、働きエビがこう囲ってたり警備してたり巣をきれいにしたりしているわけですよ。まああのなんか本当にハーレムですよね、女王エビからしたら。バチェラーの逆みたいな感じ。まあああいうすごいいい世界線で、あの女王エビにひたすら働きエビたちがもう尽くしていくという、そういう面白い習性があるんですね。だから働きエビたちは他のお魚さんとかにも襲われないように、侵入者とかにも襲われないように普段から見張ってる。侵入者が来た際はこのエビどうするか分かりますか。ひたすらみんなでカチカチするだけらしいですよ。もう犯罪者が来たらカチカチして大きな音出してみんなで囲って追い出すっていうね、なんともそれ意味あるのみたいなね、攻撃の仕方なんですけれども、そういう習性があったりとか、あとは女王エビが安心して安静に落ち着いて暮らせるように、そしてなんと出産ができるようにね努めているわけでございます。でもさっきも言いました、もうカチ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 やってますから、女王エビからしたら僕は相当うるさいんじゃないかなと思いますけどね。爆音なんだもん。 できますか EDM かけながら出産。僕は嫌だなって思いますね。そういう感じのエビもいるぞっていうのを今ご紹介させていただきました。そして4つ目の面白いところはですね、このカチ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 する大きなハサミの今後の未来なんですね。今、世界でちょっと注目されているのが、そのハサミの能力を活かせないのかということで研究されていて、ハサミを例えばじゃあ機械化して大きくして、実際に同じように熱が出たりプラズマが出るようにしてみたら、今後例えば岩石とか岩場とか鉱石とか、その発掘の効率化が良くなるんじゃないか、そんなことも言われていたりもしますし、いろんな未来に今後役立っていくんじゃないかな、そう言われてるんですね。ただリスキーな部分もたくさんあります。だってやばい武器ですからね。いろいろ考えている中で、そういう未来の発展も皆さんに楽しみにしていただけたらなとは思っております。わっしょい。で皆さんやっぱり気になりますよね、エビといえば食べられるのか食べられないのか。この鉄砲エビは食べられます。そうなんです、この鉄砲エビの調理法で言いますと、まあ例えばお味噌汁の出汁でこう取るために使ってみたりとか、よく美味しい召し上がり方はですね、唐揚げなんですね。あのこのくらいのサイズ感のエビもいますし、非常に食べやすい一口サイズとか、あのおやつ感覚で食べられる、そんなエビなんでございます。わっしょい。さあ鉄砲エビと鉄砲エビ科のお話をしてまいりましたが、皆さんちょっとでも分かっていただけましたか。ナイスエビビですね、ありがとうございます。またちょっとでも興味を持っていただいた方は、ぜひ鉄砲エビを調べてみてください。また次の講座でお会いしましょう。以上、エビくんこと寺坂雷賀でした。起立、エビ流れ、ありがとうございました。バイバイ。皆さんチャンネル登録お願いします。わっしゃーい。つるはキャリアです。お金